モニシャ・カルテンボーンは F1 のザウバーチームの元チーム代表。インド出身でオーストリア国籍。F1 では最初の女性チーム代表である。インドのデヘラードゥンで生まれ、オーストリアに移住した。将来の夢は宇宙飛行士になることだったが、ウィーン大学では法律学を専攻し、ロンドンスクール・オブ・エコノミクスで修士号を取得した。卒業後は、国際連合などに勤務し、1998年よりフリッツ・カイザーグループで企業間法務取引を担当。同社が株式を保有していたザバーに関わり、ペトロナスとの共同事業をマネージメントした。2000年にフリッツ・カイザーが株式を売却すると、正式にザバーに移籍。経営委員会のメンバーとして、国際自動車連盟や F1 の商業権管理者との折衝に当たった。2010年1月、BMW ザウバーから新生ザウバーとして再出発したチームにおいて最高経営責任者に就任した。チームオーナー兼チーム代表のペーター・ザウバーは第一線から退くことをほのめかしており、カルテンボーンはその後継者とみなされるようになった。2010年4月、ミシェル・ムートンを議長として発足した FIA のウィメン&モータースポーツ委員会のメンバーとなり、女性のモータースポーツ参加を促進する活動に参加している。また、学生の就業体験を支援する F1 インスクールズのプログラムにも協力している。2014年11月頃、翌年のザウバーのレギュラードライバーについて故意に3名以上のドライバーと多重契約したとの可能性が明るみに出る。2015年3月5日、有効な契約を持つドライバーの一人、ギド・ヴァンデルガルデが訴訟を起こしたことで裁判に出廷し、敗訴した。その後も判決に背き契約の有効性を認めない行動を繰り返したことで、一時は逮捕されるとの報道が流れるに至った。騒動の解決後、最終的に自身の非を認めるコメントを出している。2012年5月、ペーター・ザウバーは、チーム株式の 1/3 をカルテンボーンへ譲渡した。同年10月、韓国 GP よりカルテンボーンが新チーム代表に就任した。ペーター・ザウバーは、グループ理事会会長としてチームに泊まったが、資金難やドライバー多重契約などのトラブルで、チーム存続の危機に瀕したため、2016年7月20日、チームの所有権を、共同株主だったスイスのロングボーファイナンス SA に譲渡することが決まったのを機に、すべての業務から完全に引退した。カルテンボーンは全株式を手放したが、チーム代表に止まった。しかし、新たなオーナーとなったロングボーファイナンスとの意見の相違から、2017年6月21日に代表兼 CEO を退任した。ザウバー離脱後、2018年2月には、自らのチームとして KDC レーシングを設立、フォーミュラ4への参戦を表明するが、資金繰りに行き詰まり同年7月に破産。しかし2019年4月には、2018から2019シーズンのアジアンルマンシリーズでチャンピオンを獲得したカーガイレーシングへの加入が発表され、同チームのマネージャーとして活動することになった。ありがとうございます。